ナを救うため黄金十二宮へ向かうブロンズセイントたち。日時計が消える前に標高の前へとたどり着くことができるのか。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。みんなここにクロスを出しなさい。やはり思った通り、ほとんどのクロスが破損状態。ちょっと待ってくれ、俺たちには時間がないんだ。12時間以内に。ゴールドセイントはそんなに甘いものではありません。君たちが考えている以上に強大なんです。そういうこと、素直にクロスを修復してもらいなよ。キキ、終わりました。ゴールドセイントは強大無比。しかし恐れすぎることはありません。要はコスモです。そして究極のコスモの正体とセブンセンシズなのです。よし、必ずセブンセンシズに目覚めて沙織さんを救ってみせる。標高に操られ正気を失ってしまったアイオリア。ピンチの俺を救ってくれたのはかつてのライバルカシオスだった。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。さて、騎士の勇者アイオリア。何があったんだアイオリア。沙織さんが黄金の矢を胸に受けて大変なんだぞ。俺はこの四死球を守るレオのアイオリア、ただそれだけだ。こうなりゃあんたを全力で倒すだけだ。行くぞセイヤ。目の前の敵をただ殺すだけの悪鬼のようだ。最後だ、ライトニングミラクル。アメリカ、コスモよ、もう一度俺に光を見せてくれ。見えた。何、ゴールドセイント最強の男シャカ。シャカの目が開くその時、一騎が繰り出した起死回生の一手とは。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。私が天中を下す。最も神に近い男シャカ。一騎よ、君が助かる術が一つだけある。それは私の前にひざまずくことだ。俺は神仏を信じないたちだ。私は弱者に対する慈悲の心を持ち合わせていない。一騎を選べ。6つの世界で一番気に入った世界が君の死ぬ世界だ。一刀輪廻。奥か超か、いや兵の距離をも超えて飛べば十分だろう。これは君はブッダの手のひらの上の猿に過ぎん。
バルゴの社会最大の奥義を見せてやる。俺は群れるのが嫌いだ。師匠、神の技で凍りついた氷河、自分を犠牲にしても仲間の命を救おうとする旬の心が奇跡を起こす。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。これはライブラのクロス。シールド、スリンロッド、トリプルロッド、ファンファー、ソード、よし、これだ。よみがえれ白鳥よ。でー、ヨガ、これはまるで投資に近い状態だ。僕が何とかするよ。人の命を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。俺の涙は枯れ果てたものと思っていたが、シュンは俺の魂に熱き心をよみがえらせてくれた。俺はこの命尽きるまで戦い抜いてみせる。人馬宮で見つけたのはアテナのために命を落としたアイオロスからの遺言だった。わかった、アテナは俺たちが必ず守る。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。これはこの身が道にたアイオロスの遺言。ここを訪れし少年たちよ、君らにアテナを託す。サジタリアスのゴールドセイントアイオルスは正義を貫いた真のセイントだったんだ。そしてその魂は今もなおサジタリアスのクロスに宿り、アテナを守り続けている。アイオロスの熱い思いが伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓おう。アテナの命は俺たちが必ず守り抜くと。死に時だぞ、シュン。全てを断つエクスカリバーを持つ男、シュラ。このシリウのコスモ、全てを叩きつけてやる。アイオロスの無念も全て込めてな。ラエ、何、さすがドラゴンの盾、次はクロスの全て剥ぎ取ってくれる。さあ今度はお前自身だ。バカな。これだけは約束しておこう。シュラ、お前を必ず倒す。
コスモは高まったようだが恐れるに足らん。もはや死に時だ。死ぬエクスカリバー、行くぞシライオ、ドラゴン最大の奥義、ボタン勝利。やりました。見たか、ドラゴンの力を。絶対レードとは何だ。水と氷の魔術師カミュー。いや、もはや何も言うまい。我が師カミュ、あなたへの礼は授かったもの全てをぶつけあなたを倒すことで返す。ふん、お前の持つ全ての技はこのカミュが授けてやったものだということを忘れたのか。真の闘気とはこういうものを言うのだ。うわっ、うっ、ひ、左足が、右足までも。必ずあなたの位まで闘気を高めてみせる。無駄だ。見事な評価。しかし私がゴールドクロスをまとっている以上決して倒すことは不可能なのだ。すでに意識を失っているのか。私である私が引導を渡してやろう。この技確実に葬ってやるぞ。必ずあなたを倒す。ダイヤモンドオーラエクスキューション。見事だ氷河よ。この神のコスモを超え究極のコスモに目覚めたのだ。あの我が師カミュ、この氷が負けはせん。勝者、本拠地の狭間に感激を誇る美の戦士アフロディーテ。アルビオレ先生の仇は僕の力で取る。勝者や仇討ちどころか犬死にをするだけだ。ロイヤルデモンドーン。目を閉じていれば陶酔のうちに死ねるもの。ガニアンドーン。黒バラはピラニアの際のように全てを砕く。あバカ、チェーンをなくした男にまだ何かあるというのか。今こそ受ける、この瞬の本当を使おう。エアドリーム。体の自由が効かない。仕方あるまい。もはやこの白バラを撃つ以外あるまい。あの白バラは一体。ラッピーロース。やめろ。爆発しろ。メグだよ。メグだ。何、うわあ、見事だアンドロメダ。兄さん、言ってよ兄さん。教皇になりすましていたのは双子座のゴールドセイントサガだった。長かった俺たちの戦いについに決着の時が来る。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君は
コスモを感じたことがあるか。対峙するアテナとサガ、アテナの説得を聞かず襲いかかるサガ、そこには想像もつかないラストが待っていた。この続きはドラマチックパチンコセイントセイヤ。君はコスモを感じたことがあるか。あの盾さえかざせば火が消える。サオリさん、ペガサスは待て、ペガサス！ブロンズセイントたちと共にアテナ神殿へと向かう。
その頃アテナ神殿では邪悪の化身サギが聖夜にとどめを刺そうとしていた。アテナ神殿に到着した沙織たち、サガに対して改心を迫るが、サガは聞く耳を持たない。沙織の説得に対し力で自らを正当化しようとするサガ。13年の時を経て再び対峙する沙織とサガ。その時サギの体からジェミニのクロスが離れる。聖夜の剣が邪悪な節分にも衝撃を与えていたのだった。まさかクロスがこの私を見放したのか。サガ、あなたは今善の心に目覚めようとしているのです。さあ今までの罪を悔い剣を引きなさい。黙れ。信じてください。このサガ、本当は正義のために生きたかったのです。正義、あなた方には辛い思いばかりさせてしまいましたね。でもあなた方のおかげでようやく平和が戻りました。私はアテナ、この地上を守る女神。私は誓います。この美しい地上をいつまでも愛し守り抜くと。アテナ、アテナ、アテナ、あなたのもとで地上の正義と平和を守るために戦います。みんな、ありがとう。戦いだけが
全てと思いたくない。 Oh yeah、 ああ見上げる空はブルー、熱い望み捨てるなと誓った。 ああ忘れはしないブルー、永遠の輝き。繰り返されるバトル。